はい、皆様こんにちは。ガブラトリー将軍でございます。本日はハーフサイズの、ホースバングルです。しかもプラチナムフィニッシュって呼んでるんですけど、いぶしをしないでピカピカに磨き上げるんですね、銀だけで。まあ一説では一番磨いて光るのは銀だと言われてるんですね。プラチナよりも光ると、磨いた瞬間ですよ、光るらしいんですね。でこれほっぺたに、なんていうんですかね、これダイヤモンド925のスタンプが入ってます。あれこっち側かなんかに入れなあかんの、あ、ありました。こっち側にはマルテスクロスが入ってます。こっちにも入ってるのかな、あ、こっちにもマルテスクロスが入ってます。ちょっと見えにくいんで、この、こういう腕のようなものに入れるとちょっと、もっと色がはっきり見えるんですけどね。これ綺麗でしょ、すごいでしょう。プラチナム仕上げなんですね。これステンレスのピカピカでワイヤーなんですね。これは熊本のフリックスマーケット販売の、お宝です。まあ大きい、これハーフサイズなんで、これがまあフルサイズなんです。こんだけ、大きさが違います。こうやって見るとまあその一人前の感じに見えるんですけど、こうやってお父ちゃん出てくるとやっぱりちょっと違いますね。これ太いですね。これぐらい違います。これもちょっと入れてみましょう。これにこういう感じです。こんな大きさです。ビシッとしてますね。でこれこういう感じ、ピカピカ仕上げ。まあ対照的にこう黒いのとピカピカと対照的ですよね。まあ、こういうのもあります。三角バングルです。これはもうここはカチカチで動かないんですね。これカチカチで、これはもうこういうふうにパカパカいきますのでね。ワイヤーはワイヤーのいいところがあり、三角はもうこれ一回つけると二度と外せないというぐらいすごい構造の、バングルですね。まあお好みでいろいろ使い分けていただいて、では本日はこんなところで失礼いたします。ご清聴ありがとうございました。